人生の希望というのは誰にも取り上げることはできないということです。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。今日のお話は日本を作った偉人のお話です。今日の日本を作った先人たちは有名無名を問わず、私は感謝の気持ちで頭が上がらないわけなんですが、その中で今回一人だけ取り上げてご紹介していきたいと思っております。まあ、これは視聴者さんのですねお声を聞きながらになりますけれども、私とすればこれをシリーズ化していけたらいいなというふうに考えております。ぜひ皆様からのお声をお聞かせいただければ幸いです。コメント欄でお待ちいたしておりますね。ということで、日本を作った先人たちシリーズの第1回目として今回ご紹介させていただくのは、シャープ創業者の早川徳治氏の生き様です。これは作家の北康俊氏が紹介した書籍でですね、私は知ることになった早川徳治の伝記になります。私は涙を抑えることができなかった。その感動を皆様とご一緒にですね共有したいと思っております。偉人と呼ばれる方の中で苦労を知らない人はほとんどおりません。本当にね、こんな苦労してる人いるの？っていうくらいみんな苦労しておられます。その苦労に比べれば、私が今抱えている悩みなんて本当にね、笑っちゃうぐらいちっぽけな悩みなんだなと、そういった思いさせられるくらいのですねパンチの効いた一生涯を送っておられます。コロナ禍となって以降、世界は、そして日本、私たち日本人の多くはですね、ニッチもサッチもいかないこの現状に意気消沈して下を向いていらっしゃる方が多いですよね。まあ、それもしょうがないことではあると思っていますけれども、でも私たちの先人たちは目の前に立ちはだかるどうしようもないと思われるようなその苦難をですね、いくつもいくつも乗り越えてこられました。その背中から私たちが教えられることも少なくありません。諦めない強さ、希望を持つことの大切さ、一歩踏み出す勇気、日本を作った先人たち、本日の第1回目はシャープ創業者の早川徳治、その生き様からいろんな大切な教えを感じていただければ幸いです。それでは参りましょう。早川徳治は非常に厳しく辛い幼少期を過ごされました。実は親御さんが病弱で物心つかない1歳11ヶ月で養子に出されるんですね。ところが養子に出されたその先のママ母はその彼に対してとっても辛く当たりました。どうしてお母さんはこんなに自分に辛く当たるんだろう。徳治には理由が分かりません。自分が幼い頃に養子に出されていることなんか徳治少年が分かるわけがありませんよね。当時の尋常小学校は4年生です。義務教育は4年だったんですけれども、その小学校も2年足らずで辞めさせられてですね、家では夜中までマッチの白針の内職仕事をやらされます。白針をさせられるんですけれど、ママ母が言われた分の白針、そのノルマが終わらないと寝る時間がどん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 遅くなります。小学校2年生です。7歳8歳ですからね、まだまだ子供ですよ。毎晩夜中の11時12時になってくると当然睡魔に襲われます。でも仕事が終わるまで寝かせてもらえません。そんな睡眠不足の日々が続いたある日のこと、いつものように箔を張っていると激しい睡魔が襲ってきました。ついに徳治は仕事中にうと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 眠ってしまったんですね。それを見たママ母が、お前は何をやってるんだと言って、1月か2月というその極寒の寒い時期です。そんな真冬の自分にもかかわらず家の中から外に徳治を引きずり出して彼を共同トイレに連れていくんです。共同トイレには声壺がありますよね。ママ母は徳治少年をその中に突き落としたって言うんですよ。突き落とされた彼は糞尿だらけになってですね、泣き叫びながら出てくるわけですよ。この極寒の真夜中に糞尿だらけになりながら泣き叫んでいる少年の姿、その前で腕組みをして仁王立ちしているママ母の姿、そんな光景を見た近所の人たちから、何事か、これはあなたあんまりにもひどいんじゃないですかと言われて、ママ母は何をやったと思いますか。極寒の寒いところを糞尿まみれになった徳治少年の体にですね、頭から井戸水をジャブジャブかけてびっしょ濡れになった彼をそのまま外に放置して、
ママ母は自分だけが家の中に入って玄関の扉をピシャッ閉めたっていうんですから、もう本当に肺炎になってもおかしくない、まさに虐待の極みであります。で、目の不自由な井上さんというおばあさんがですね、これはあまりにもかわいそうだということで、養父母に学校にもやらず内職させるくらいなら仕事を覚えさせなさいと養父母を説得して奉公先まで紹介してくれたっていうんです。そして盲目のその井上さんというおばあさん、杖をつきながら徳次の手を引いてその奉公先へ連れて行ってくれたんです。徳次はまだ8歳です。でっち奉公に行くことになりました。奉公先は金属加工の職人さんの家です。そこで厳しい修行を積みました。とっても忙しい毎日でしたけれども、徳次はものすごく一生懸命ものづくりをやりました。奉公先ではお給金が出ます。ところがそんなお給金が出るとき、必ずママ母が来ていたそうです。こうやってね、手を出して、そしてお給金はそのママ母が全部持って帰っていってしまったそうです。そういう辛い生活をずっと続けていました。それでも彼はものづくりの中で本当に辛い思いをしながらも、そのものづくりの中に希望を見出していたんです。作るって面白い、希望捨てなかった、人生に絶望しなかったんですね。物を作ることは面白い、なおかつ自分が発明をすれば特許が取れるということを知ります。彼は最初に何を作ったか、ものづくりをしながらバックルの特許を取りました。穴がなくても自動的にこの長さを調整できるあのベルトを発明して、その特許を取ったんですね。これを機に金属加工業を開業して独立します。徳次が二十歳の時です。彼はどん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 発明の才を発揮していきます。そして皆さんご存知のシャープペンシルを開発するわけですよね。当時は早川式繰り出し鉛筆と呼ばれていましたが、これが大ヒットします。シャープペンシルも特許を取ります。シャープペンシル事業は順風満帆に大きく拡大して、従業員も200名を超えました。このシャープペンシルが今のシャープという社名の由来です。自分で工場を持って、そこそこの工場になっていきました。そして結婚もしました。子供も息子が2人できました。もう順風満帆ですよね。そんな中、思いもよらない悲劇が徳次を襲います。1923年大正12年9月1日東京を関東大震災が襲いました。実はこの関東大震災で自分以外家族全員が亡くなりました。会社も丸焼けです。天は核も厳しい試練を彼に与えるのかというぐらいの試練であります。当時彼の会社は今のスカイツリーの根元にあったんです。東京墨田区の本所です。スカイツリーの下を流れる北実験川というのは、まさに早川徳次の奥さんがですね、もう火傷だらけになりながら二人の子供たちを抱きかえて飛び込んだ川であります。ところがものすごい熱風が吹き荒れています。自分も火傷だらけになりながら、それでも子供たちを抱えていました。しかし長い間川に浸かっているし、だんだんと自分のこの体力もなくなってまいります。流れの激しいその川の勢いは変わりません。そのうちに可愛い子供は一人流されました。二人流され、もう半狂乱であります。そして奥さんが見つかった時にはですね、もう全身火傷だらけ。数日経って奥さんも息を引き取ってしまいました。亡くなる時に子供たちを守ってあげられなくてごめんなさいと一言言い残して亡くなられたそうです。自分の命よりも大切な徳次の子供たちを守りきれなかったという奥さんの無念の死でありました。彼は関東大震災で家族も会社も全て失ってしまうんです。それだけではありませんでした。彼は東京で会社を持っていたわけなんですが、大阪のひどい会社がですね、売掛金の取り立てに来たわけですよ。お金も何もありませんよね。彼は何をしたか、彼は特許を売ったわけですよ。特許を売ったんですけど、手先の器用な人間じゃないとあのシャープペンシルなんか作れません。
だから自分も一緒に大阪に行って技術指導なんかもやったわけです。そしてある程度の目処が立ったところでもう一回彼は大阪で会社を立ち上げました。今の西田辺のシャープの本社がまさにその地であります。どうして大阪で会社を立ち上げたのか私にはよくわかります。こんなに辛い思い出のある東京には帰りたくなかったんですよね。きっと彼は大阪で会社を立ち上げますけどやっぱり素晴らしい人だったんだと思います。東京から続々と従業員たちが徳次について一緒に大阪まで来てくれました。そして会社を立ち上げてなんと関東大震災で全てを失ったわずか1年後です。わずか1年後に日本で初めてのラジオ受信機の開発に成功します。日本で初のラジオを作ったわけですよ。何もないところから気持ち一つです。でここからシャープの快進撃が始まります。日本で最初のテレビ、日本で最初のトランジスタラジオ、世界で初めてのターンテーブル方式の電子レンジ、世界初の液晶を表示される電卓の開発など、日本初、世界初をどんどんと作っていったわけです。今世界から液晶のシャープと呼ばれるゆえんはこの時の経験があったからなんですよね。日本一というのをどん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 やっていく早川電機、シャープはオンリーワンに命を懸けて誰も作ったことのないものを誰よりも先に、どこよりも先に作るというね、このものづくりの真髄というものを提示し続けたわけです。1940年代第二次世界大戦の最中でした。ある日シャープの創業者早川徳次のもとに日本ライトハウス創設者の岩橋武雄氏からある依頼の手紙が寄せられました。岩橋武雄といえば1937年昭和12年に盲目の教育者ヘレン・ケラー女子を初めて日本に呼び全国での講演会を実施した人物です。そんな岩橋氏の依頼とは、戦争で目を失った失明軍人に対して電気についての講義と実地訓練をしてほしいということだったんです。そして徳次は心を込めて熱の入った講演と講習指導を実施いたしました。講演に参加した失明軍人たちは真剣に耳を澄まして話を聞き納得いくまで実習に打ち込んだと言われております。目を失った者たちは生きていくための光をこの講習に求めていました。その時徳次はあの幼い時に方向先に手を引いてくださった盲目の老婆のあの手のぬくもりを思い出していました。辛い日々から救い出してもらい自分のこの人生を切り開くきっかけを作ってくれたあの老婆井上さんという盲目の老婆に一生かけて恩返しをしようと心に決めておりました。しかし井上さんはあの関東大震災で行方知らずとなり恩返しを果たせず途方に暮れていたんですね。そんな折老婆から受けたあのご恩を世の中の盲人へ返していこう、そういった強い思いがだんだん込み上げてきたんです。昭和19年その失明者たちを雇い入れ彼らが作業する場所早川電機工業現在のシャープの工場として開設したんです。これを早川電機分工場と名付けました。盲人だけで金属プレス加工を行う工場です。日本で初めての試みだったのではないでしょうか。失明者たちは何度も指を負傷しながら必死になって技術を習得し懸命作業に打ち込みました。これがシャープの障害雇用の始まりとなりました。早川徳次には何かを施す事前より障害者自身が仕事をして自助自立できるその環境をですね作ることが福祉につながるという強い信念がありました。徳次はまだ幼い時にあの盲目の老婆に手を引かれてでっち奉公に入った、そしてここで仕事をする機会を得たことで後の人生を開き事業を築くことができました。その自らの経験に基づく信念から失明者たちが独立し自立する道を開いたんでありました。不遇な少年期に助けてもらった盲目の老婆あの井上さんへの報恩感謝の念から専門車の工場を作った早川徳次、その徳次の思いに応えて懸命に働き特選金属工業を立ち上げて業用を拡大してきた従業員たち、
早川徳次と従業員の間には強い絆が生まれていました。昭和45年、早川電機工業は早川徳次が発明したシャープペンシルを由来としてシャープ株式会社へ社名を変更。そして迎えた昭和56年12月9日、国連で障害者の権利に関する決議が採択。また日本では同年12月9日を障害者の日として制定しました。その日にですね、長年障害者雇用の促進に尽くしてきた功績から早川特選金属工業が内閣総理大臣賞を受賞することとなりました。今コロナ禍で大変な思いをされている方も多い現実がありますが、そうやって下を向いてしまっている方々に私はあえて言いたい。早川徳次を見てみろと。自分の人生本当に辛い思いをしてきたけれども、やはり人生というもんは誰にも希望というものを取り上げることは誰にもできないんですよね。早川徳次はものづくりの中に希望を見出した。彼は関東大震災で徹底的にあらゆる不幸に遭いましたけれども、それでも想像力というものを彼は維持することができた。人間というのはですね、本当にすごい復元力を持っていると思います。竹はしなる、しなるけれども戻る、戻った時にもっと強くなっている。そして竹ってどうしてしなるのか、これ節があるからですよね。要するに乱材のようにこうひょいっと伸びてきた人間というのは絶対に強くない。節は何でできるのか。人間の節は苦労したからできるんですよ。苦労するから折れないんですよ。しなって戻るんだと思うんですね。それがまさに早川徳次の強さだった。彼はその苦難を苦労、人生の強さに変えていきました。徳次が晩年色紙に記号を依頼されると好んで書いた文字があります。それは何クソの2文字だったそうです。何クソ精神はまさに徳次の一生を貫いた信念でもあったと思います。我々は本当に学ばなければならない人生のエッセンスがいくつも彼の人生に詰まっていると思います。これまで日本を支えて日本を作ってきた人たちの中に、偉人の中に苦労してきていない人たちはほとんどいません。本当にこんな苦労してる人いるのっていうぐらいですね、苦労されてそれを受け止めて肥やしにして乗り越えて最後にですね満開の花を咲かせている人たちばかりです。苦労はお金を出してでも買えとはよく言ったもので、あの竹のように人間の節は苦労するからできるんです。苦労から目を背けてはいけません。苦労に向かっていく自分であってほしいと思います。それでまた人間的に大きくなるんだと思います。苦労を知らないのに人のことが分かるわけがありません。世の中の道理を知ることはできません。下を向いて半ば諦めそうになっているあなた、どうか顔を上げて胸を張って今いるその場所で希望の光を見出していただきたいと心から願うものであります。日本にはたくさんの偉人がおられます。世界中を見ると電気の類はどこの国の図書館でも非常に大きなスペースを割いているんですけれども、日本には少ない。この傾向は戦後顕著になってきているようです。戦前の郷土史は非常に面白かったそうです。この町にはこの村にはこんな立派な人が出ているのか、そうやって皆が誇りに思えるような偉人たちの伝記が集められたスペースが必ず設けだったそうです。ところが戦後出ているものはほとんどが統計資料です。おまけに軍人は戦争犯罪人であるとかですね、学校の先生は間違ったことを教えた、そんなことを教えられて子どもたちが先人たちに尊敬の念を抱くはずがありませんよね。確かに人間の失敗に学ぶことも大事かもしれませんけれども、反面教師よりも誰々を尊敬する方が力が湧いてくるのではないでしょうか。だからこそ人を尊敬するこの気持ちをもう一度私たち日本人の中に植え付けていけるその一助になれたらいいなというふうに私は思っております。今回はシャープ創業者の早川徳次氏をモデルケースにしてお話をさせていただきました。私が徳次から学んだのは、人生の希望というのは誰にも取り上げることはできないということです。
盲目の老婆井上さんに惹かれた温かかった手のぬくもりはいつまでも徳次の手の中に残っていたものと思います。あの温かな手に惹かれたあの瞬間、早川徳次の人生が開かれた瞬間でもありました。皆さんいかがだったでしょうか。まだ皆さんのご感想をお聞かせください。それでは今日の言霊です。人生は人との出会いに極まれる。感謝報恩の心が人とのご縁を紡いでいく。竹のようにしなるしなやかさと何クソ精神、そこで気づく節という人間的器。今日も喜んで苦労を買いに行こう。それが道を切り開くエキスになるのだから。今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお会いいたしましょう。かんちゃん住職でした。